どうもはよからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝5槍の俣座編、さて続きをやっていきましょう。といってもね、前回からね、まああまり時間は経っていないんですけれども、この9月の1日、この5日前ぐらいからついにね、浅井家滅んだんで、浅井の家臣をね取り込んでいきたいと思うんですよね。で、拠点ですけれども、有機城、規模は巨大になりました。で、国高も24万石まで上げれるんで、現在、まあ、神殿開発を、まあ、させないといけないんですよね。まあ、兵力はちょこっと増えて、1万6000人。まあ、防御力はまだまだ56の状態。訓練度は97あるんですよね。まあ、もちろん、徴兵してしまえば、まあ、民衆とか、あとは、訓練度も落ちてはしまうんですけどもね。とりあえずは、表情で、まあ、家臣たちに主命を与えて、で、その後、今浜かな、まあ、その町に行ってみましょう。まだ誰も昇格はできんか、ね、今川家攻略ですけれども、広告寺かな、まあ、悪行を取って、で今川家の明智光秀、まあ、彼がね広告寺を攻め込んで取り返しているんで、まあ、今のところお互いの兵力は削れている状態にはなっているかな。あら、あ、病がいるんだ。やばい、君か。あ、気遣えってこと。わかった。あとで薬やって一日休むから、それでまたね、種名を与えていきましょう。で、現在、兵糧は4万石あるんだ。じゃあ、勇敢とか、村井さんじゃないや、村井さん修行。勇敢とか、スネーモもね、ステータス見ていないから、どんな感じに成長しているか、まだまだわからないんですよね。で、カニ再造は、お、忍術が4になっている。じゃあ次は軍学。宇佐美さんは一旦置いておこう。吉田かどうかな、そろそろ徴兵やってみようかな。まあ、でもまずは神殿開発ですかね。金神さんも軍学さんの弁舌さん。立志伝4と比べると、やっぱり長期修行やらせていると、ほぼ確実に、まあ、技能は覚えてくれるんで助かりますね。まあ、吉高もどうせ裏切った後、帰ってしまうんで、あまり強化しすぎてもしょうがない気はするんですけれどもね。とりあえずは長期修行で、算術かな。宇佐美さんはそろそろ心配なんですけれどもね。でも算術は3まで上げているんで、兵糧売却できるだけ遠出しないようにしてね。そろそろあなたもう80歳ぐらい来ているんですか。あ、来ているな、80歳か。本当、玄庵のじっちゃんといい勝負だな。で、外に出まして、で、こんな感じにね、城は強化、巨大になっているんで、見た目も変わっております。よさき病なんだっけ。で、これで自宅に行きまして、で、一晩だけ出ましょう。さあ、よしあき。もう回復しているだろ。で、君は神殿開発。よし、これでいいだろう。あとは、まあ、他の、まだまだ佐竹さん、よしあきさんの息子のよしげ、まあ、彼とかは帰って、ではいないんですが、あとは勝家とかかな。で、これで今浜行ってみましょう。北条家は西でいっぱいいっぱいなんで、まあ、宇都宮あたりは攻めれずにいるんでしょうね。武田か、武田が滅ぼしたんだ。武田がものすごい勢力を広げているんですよね。信玄さんもあと4年の命ですけれども、まだまだね勢力拡大していくようで、本当上洛する勢いですよね。で、今浜に着きました。これで民家、お、雨の森弥兵衛、彼は加えると武将か。お、磯野さん、いいね、家老か。でも武具が好きなんでしょうね。一旦顔を合わせておくだけにして、で、次は海宝さん。左
秀吉が軍学の軍法の師という割にはね、あの軍学2なんですよね。あとは楠木長安、田中義政もいるんだ。お、細川藤孝がいる。彼欲しいな。槍の達人で名が売れているんですね。藤孝はかなり喜ぶまでか。あとは脇坂で宮部。なんかこの辺あの顔がちょっと腹立つんだよな。じゃあ藤孝とあとは磯野さん欲しいな。ここは勝果はないんだ。まあ藤孝さんはどうせね、あの芸術品が好きだとは思うんですけれども、じゃあそうだな、じゃあ堺の町行こう。ここで千利休さん、あとは他の商家で茶碗とあとは武具かな、その辺を購入していこう。おお利休よ、価値豪ね、早舟。じゃあこれをもらおう。これでも価値6とかは出ないんですね。あ、今井早急カード持っていないんだ。お、火縄銃とかいいね、買ってみよう。1個でいいかな。磯野さんあんまりこう物欲なさそうなイメージがあるんですよね。でも家老は欲しいな。直進で家老が入るのはね本当に大きい。喜んでくれるかな磯野さん。磯野、野球やろうぜ。これで贈り物で火縄銃。お、喜んで喜んで、あのリアクションの割には親密度あまり上がらないな。あ、でも武将なんだ。武将か、軍功5000だから過労かなとも思ったんですけどもね。雨の森さんもね、磯野さんに比べるとまだまだ内政とかそこそこできそうな感じではございますが、確かあれですよね、磯野さん姉川かな、あの織田の陣をものすごい破っていったらしいですよね。確かそんな気がした。アイアンか、1ヶ月休んでいけるかな。まあ、ちょっとやってみよう。一応念のためにセーブはしておいたんですが、ちょっと鉄砲でも学んでいこうか。よー国友さん、あんたらが作った火縄銃磯野さん喜んでくれましたよ。上司になって下働きっていうのもな。15日ね、了解。弾はあと10発か。さあ我がエイムの力見せてやろう。あ、全部当たっていない。よし、では次だ。あ、また外した。これはなかなか難しいな。さあこれでラストかな。お、これでなかなかいい結果なんだ。ごめんね、あの2発思いっきし外したんですけどね。で組打ち鉄砲、これは鉄砲とかまあそれ持たせていると射程が伸びるんですよね。もっと頑張れって意味かな。おお、よかった、まだ浪人としている。藤孝さんかっこいいね。じゃあこっちをプレゼントしよう。喜んでくれた。おお、清水と一気に上がった。これで勧誘侍大将。よーし、藤孝先生が入った。磯野何がいるかな。結局ねまた買い立ちはしてないんで、じゃあ別行細工。
それなりか。磯野さん 1.5 まで上げないと難しいかな。でもそこそこ武勇優れているんですよね。うん、やはり 1.5 までいかないと厳しい様子。ならば手合わせ。さあカズマさよ、どこまで君の力強いか見せてもらおうではないか。てか村井さん門下にしたのはいいんですけど、あいつ刀だからな。お、ギリギリ。これでヒギで巻き槍。お、防御するか。私の動きを読んでいるな。これで 4,5 人ぐらいに囲まれていると一気にダメージを与えることができるんでしょうね。よし、これで 1.5 になった。名声も2あるんだ。よーし、入った。あとはもういいかな。これで城に戻ろう。でもなかなかこう有能な家臣が入ったのはいいことだ。え、雄斎先生が入ったんでバランス非常にいいですもんね。でさらには磯野さんも武将クラスなんで、いろんな種目与えることができますが、でも内政ができないんですよね。いや、なかなか立派な城になったものだ。お、いろいろ覚えているな。でもね、まだまだね、家臣の能力は見ない。ちょっと楽しみにしてるんですよね。で、石高。お、214,000石か。これならば、あと2回ぐらいでマックスまでいけるかな。軍資金も16,000貫ある。ならば、そろそろ徴兵をしていっても大丈夫だ。お、この辺ができる。足軽大将になれるんだ。じゃあ吉明は神殿開発で、吉弘も帰っているんで治安向上じゃないぞ。治安向上は武芸と弁舌か。で金上さんは徴兵で軍学と弁舌。磯野さんはね、長期修行でどんどんね、まあ武勇に優れた武将に育っていきましょう。吉重は兵糧売却。藤高先生どこまで鍛えてるかな。霊砲弁舌が4か。素晴らしいな。って考えれば徴兵させておいた方がいいかな。勝家はもうちょいで、武将になれるんですね。ならば一応ね、弁舌を伸ばそうとしているんですよね。まあ、勝家は見ていてもいいんですけどもね。弁舌を伸ばして例えば訓練とか、まあ、その辺もね、あとは、治安向上かな、まあ、それもさせていきたいんですよね。じっちゃん兵糧売却、相馬さんもさらに修行、奥村さんは兵糧売却で、この辺も兵糧の売却。こんな感じかな。で、城の規模はもうこれ以上上げなくていいんで、とりあえずは3000貫引き出して、私は城の防御力をどんどん強化していきましょう。城の補修、一応鉱山開発の項目はあるけれどもできないんですよね。いや、どんどんレベル上がってきているな、ほんと。まあ、巨大城郭に加えて、私の、建築の機能も4ありますからね。まあ、この辺は順調かな。よいしょ。あら、よっと。で、これで終了。
の建築とね、あの軍学だけは得意なんですけれどもね。20上昇、いいね。で、修行はこの辺を覚えていると。とりあえずは体力を回復。あの北条と今川の一回ね、その広告寺を取って取り返してから動かなくなっているんですよね。お、ここまで成長しているか。できれば皆が揃ってから襲名を与えていってもいいんですけどもね。お、村井ついに足軽大将、素晴らしい。おっと違うぞ、あの村井君をただ出世、みんなの前で出世させただけになっていますよ。吉高さんは算術を伸ばしているんですよね。でも君は徴兵。あと君らは長期修行だ。そうすると私がやることなくなってくるんですけどね。でももうそろそろ70年になるんだ。氏康はあと2年ぐらいかな。お、今度は今川家韮山に攻め込んだ。韮山って宇治のりあたりがいたっけな。まあでも小田原は突破できまい。お、落とされたんだ。これで韮山が陥落か。さあ今川家を小田原城突破できるかね。やっぱりね、兵糧もね、秋にならないとね、多分収穫できないとは思うんで、まあなかなか厳しいとは思うが、だが国高は、まあマックスまではいった。あとは徴兵と、住民安定、つまりは治安かな。いや、私攻めてない、攻めてない。まあよく私の、このトノチャンネルの以前の名前を知っているな。よし、秋を。お、森政も成長できる。成長というか、まあ、出世かな。よし、秋さん、もうこれ以上、いてもしょうがないからな。じゃあ、建築伸ばしていこうか。ここら辺は徴兵かな。まあ、建築系よりか、やっぱり算術がいいかな。今後は、軍資金調達要員として使っていこう。君も先に足軽を4まで育てよう。で、金神さんも徴兵。義弘どうしようか。でも武芸も弁舌も2ある状態か。ならば治安向上かな。で、残りは、内政系は、兵糧売却。で、権六さんは訓練かな。彼は武将にしていきたいな。相馬さん、どこまで育っているんだろう。よし、こんなものかな。で、確か、軍資金が残り2900。ということは、出勤で軍資金。で、2700ぐらい引き出そう。これで3000化になっているんで、また、城の補修ができる。どんどん防御力上げていきますよ。まあ、150ぐらいかな。まあ、以前ね、箕輪城鍛えていた以上には育っていきたいですよね。まずは分かりやすいところからいこう。これはこうかな。で、こうやって、で、こっちはこれか。で、こういって、こう。あと残りは、これはこっちの、これはこうやって、で、最後に横棒。で、20上昇か。
次で1570年。お、スネモン軍学を覚えた。で、また大表情があるんですよね。おお、失敗した。あ、カツトヨが元服したんだ。じゃあまずは茶会だ。1月1日正月、さあ皆さん明けましておめでとうございます。本当に満足しているかな。多分何人かは味のわからない武将もいるかもしれませんよ。とりあえずは私は遊戯場を出て、で大鳥屋に行こう。まあ、忙しければ来なくていいぞとは言っていますが、クソ暇ですからね。だって、戦全然してないんですよね。しかも、広告寺あたりかな、戦っている。お、浮田の噂。お、お家を乗っ取ったか。へえ、下克上ね、ふーん。いや、まさに弱肉強食じゃの。あれ、やらないですかね、代表と、みんな忙しいかな。実は私だけが暇人とか。71点、もう少しか。なんだよ、代表長やらねえのか。で、戦っているな。宇治テルと、で、江戸城から来ている玄安のじっちゃん。広告寺を攻めている。で、こっちは、今川家ですよね。これは増援か。勝頼。まあ、向かっているところを見ると、辻が先に帰っているのかな。で、岩殿は、武田信玄の城。小田原城攻め込んでくれないかな。でもルート的にはこう言って八王子かな、まあ、そっちに行けるんですけれどもね。結局大殿に顔を見せただけに終わったな。で勝つというか、足軽組頭、やっぱり弱いな。あ、でも建築2位あるんだ。内政はかろうじて平均よりちょっと下ぐらいではございますが。いや、追放はさすがにしないがね。じゃあ一応はあれ、内政上げてみようか。算術を上げて、で、兵糧売却ぐらいはこなせれるようにしていこうか。で、表情。お、勝家武将になれる。家老になったらね、見た目も変わるんですけれどもね。軍資金ももう3000しかないんだ。それでも徴兵をするという。あとはもうやることないですからね。もうしばらくね、長期修行させて、どれだけ成長して、したか見ていきましょう。斎藤さんも、お師匠様も長期修行。勝家はね、これ以上、どうだろう。弁舌は2か、もう1個あげよう。金上さんも長期修行かな。金上さんどうしようかな。まあバランスはいいんですよね。希望がまあ高めっていうだけで、だけでっていうのもかわいそうですけどね。じゃあ霊峰、当家の外交を担当にしていきたいんですが、まあそれを言うと細川先生もいらっしゃいますからね。義弘も開墾4になっているんですが、もう神殿開発する必要性がないんですよね。で私は寝ると。おや、まあ打ちてる、失敗したか。原因は玄安のじっちゃんか。お、光秀小田原に攻め込んだ。落とせるか光秀。あ、さらには飯尾さんが玉縄に攻め込んだんだ。ふーん。
まあ、謀反した時は武田と今川とは同盟を組んで、できれば単独で北条家と当たりたい。単独でっていうか、まあ北条家と戦っている時に、今川や武田とは争いたくないですもんね。よしあき、それは本心で言っているのか貴様も内心では、ふん、落ちろとか思っているのではないのか。病多いね。よしあきさんは病じゃないんだ。雄斎先生、3術4まで行こう。軍資金1万ね。お、4になっている。素晴らしい。じゃあ次は弓。他は兵糧売却、もしくは売却でいいかな。相馬さんは侍大将。勇敢は軍資金調達。でこれで、お見舞いに行きましょう。よしシゲ、24歳の 若さで病になるとは情けない。沼田さんも33歳か。まあお互い長生きですからね。さすがに流行り病とかそういう設定ないですよね。でお見舞いが終わったんで、一晩休んでいれば回復する。まあ確か一番価値の高い薬を買っていたと思うんですよね。あ、吉明いたんだ三術ね。ここら辺は三術が強い武将かな。まあ君は軍資金調達。沼田さん修行させようか。で吉明に兵糧の売却。で出勤軍資金、これで3000貫引き出して、でまたパズルをやりましょう。あ、違うぞ、治安向上を選んでしまったが、これ以上キャンセルとかできないんだ。しょうがないな、もう3000貫民にくれてやろうお、本当に立派な方だ。本当にそう思っているかね。でもこれも4なんだ。おや、金神さん失敗しているのか。とりあえずは体力を回復。もうすぐで月が切り替わるんで、3月まで寝よう。おや、玉縄が攻め落とされた玉縄ぐらいは取ってもいいんだぞ。小田原ずっと戦っているんだ。じゃあ合戦でもしてやろうか。一応家臣たちの勲功稼ぎにもなりますもんね。あ、もちろん落とせなかったことも考えて、セーブはしてから攻めるんですけどもね。って考えれば、カスヨさん3術どうかな。あ、2まで上がっている。3いけるかな、セーブ44で。金神さんはね、結局礼法覚えられなかったんですよね。じゃあ開墾にしよう。磯野さんはさらに弓を伸ばしてもらいましょう。あ、でも攻めるにも今兵糧ないんだ。何もできないんだ。いやー、味方の城が落とされていくのをね、指を加えてみることしかできないんですね。で4000貫あるんだ。まあいいや、とりあえず権六さんは訓練。あとは何もできないからな。何もできないからといって、家臣たちを暇にさせる上司ではないという。スネーモンどこまで成長していいかな。で今度こそね、星をしよう。
あと給料は、お、382貫、素晴らしい。ならば、軍資金からは2700。いや、無駄遣いじゃないですよ。で、補修。キャンセルできたらいいんですけれどもね。あ、また難しそうなの来るな、ほんと。左上とかなかなか難しそうだ。で、こう、あ、これでいいんだ。これでこうかな。で、こっちをこうやっておいて、で、これはこうか。ふむ、これならばいけそうだ。まあ、どんだけ早かろうと遅かろうと20なんですけれどもね。で、軍資金調達。お !3000 貫与えて2倍以上。松井勇敢、素晴らしい活躍だ。で、4月になって何か収入が入っていればいいんですけどもね。訓練度はもうほぼマックス。兵力は3万。防御力は116か。軍資金はあるんですが、兵糧は相変わらずですね。あ、まだ小田原城を包囲しているんだ。大変だな、今川家も。ほんと、ほんと他人事っていうね。こっちは軍資金調達かな。雄斎先生どうかな。お、算術4になっている。勝家、弁舌が4になっているな。じゃあそろそろ治安向上、もしくは、いや、徴兵かな。民の安定よりかはまずは兵力という。で、相馬さんはさらに修行。奥村さんね、まあいや、とりあえずは沼田さんと勇敢は軍資金。もう軍資金も兵糧もないな。宇佐美さん特にやることないからな。よし、こんなものかな。いや、大殿すまんねー、米がないからね、出兵できないんだ。さすがに小田原は落ちないとは思うんですけれどもね。まあ、小田原がさすがに落ちれば謀反してもいいかなとは思うんですが、現在物資がない状態ですもんね。おや、磯野さん失敗したか。もうずっと包囲されているんだな。ノーヨシタかよ、小田原やべえな。あ、でも3000巻か。金上さん、じゃあ何を伸ばそうか。こんな感じにはなってはいますが、開墾行こう。まあどうせ離れるならね、修行させる意味もないという。まあ下手したら私が不利になりますからね。権六さん弁舌いけるかな。地防52か。剣術やってもしょうがないし、鉄砲も今はないですもんね。でも訓練させてももう上がらないとは思う。いや、だが徴兵したことによって若干落ちている。ならば訓練をさせておこう。ね、助けに行ったところで城を落としていないんで、いわゆる大表情での訓行かな、あれにはつながらないんですよね。防御力どこまで行こうか。200ぐらいまでは行っておこうか。これで城の補修。
まあ、前回みたいにね、リシテン4の時みたいに、まあ、いくつか軍団を作って、向かわせるっていう方法を取るんですけれども、まあ、もちろん守りの兵は置くんですけれどもね。2部隊ぐらい出せそうだな。多分ね、その城主になってからっていうのかな、まあこの守名達成でもね、意外とこの建築系って時間がかからないのと、あとはまあ容量さえたら割と簡単なんで、結構ね軍功も上がりやすいんで、多分リシテン5かな、まあやり込む人は多分やたらこのミニゲームやっていると思うんですよね。おお、ついに極めたか。で、極めたらこうなるんですよね。建築が星になっています。お、軍資金調達、藤高すごいな。7,400、3,000貫与えてここまで増やせれるんだ。なんかみんな水軍を覚えているんですけども、陸、内陸っていうことを分かってやっているのかな。おお、ついに撤退したか。長い包囲だったな。上杉謙信さんとかね、包囲して1日経たずに諦めたからね。でももう上杉謙信はこの世にはいないんだ。お、奥村さん、侍大将、スネーモンも修行のみで足軽大将になるか。これで元で軍資金は、おお、3万貫、素晴らしいではないか。じゃあ宇佐美のじっちゃんは徴兵かな。奥村さんも侍大将ですからね。じゃあ藤高さんは徴兵かな。軍学と弁舌ね。吉重はどうかな。お前口悪いのかな。弁舌ないんだ。って考えれば徴兵はこの辺ぐらいしかさせれないんですが、奥村さんはこういった状態なんですよね。徴兵には向かないなって考えたらやっぱり軍資金かな。あとのみんなは修行。と軍資金調達かな。よし、こんなものだ。これでまた元手が1万貫あるので、どんどんね出勤して、もう6000貫引き出して、で2回建築をやりましょう。で補修。いや、有機城がどんどん固くなっていきますね。これは次は十字を置こう。で四角を置いて、なかなか難しいな今回は。これはここだ、行けるところから行こう。縦棒はね多分ここだ。でこれを置いてこうやりますと、で次はこう行って、あー一応極めたってなっても防御力20上昇は変わらないか。まあ、あとは何か特殊なカードを持っていれば、より効果が上がるとは思うんですが、防御力は156、兵力は今約 3万3000か。いや、すまんねやたら白補修のあのミニゲームばっかりやってるんですけれどもね。まあさすがにね、みんなも一緒に考えてみようみたいなことはできないんですけれどもね。でこういって、あと2回ぐらいかな、やれば結構ねいいところまで来るとは思うんですよね。防御力200は超えたいな。
よし、残り27秒。そろそろ私自身も病になりそうだ。うん、なかなかいいね。金神さんは失敗しているんだ。あの、武将クラス結構失敗しているな。大丈夫かな？兵力は3万6000か。で、徴兵。この調子なら、次、取っている時に、謀反が起こせそうですよね。あ、でも磯野さんはちゃんと弓が4になっている。じゃあ次は軍学。武将ね、4人いても2人抜けるかつ、家老も、いなくなるんですよね。いや、違うな。里見親子が抜けるんだ。じゃあ武将は3人か。で、徴兵。まだまだ1万2000貫ある。これでコマンドで拠点情報かな。訓練度92か。もうちょっとね、あ、でもね、訓練もね、お金を使わないですからね。とりあえず、勝井は治安向上させよう。兵力を増やしながら、で、民の治安も上げていく。さっきと言っていることが違うぞ。兵力重視じゃなかったのか。とりあえず、宇佐美のじっちゃんは訓練。よしひろどうしようか。何がしたい？とりあえず三日を伸ばしておこう。よししげさんは軍資金調達。で、藤高先生も調達。あと残りはいいかな。三時間は私がまた建築を使うために使おう。活動どうなったかな。お、三日が3になっている。素晴らしいぞ。よし、こんなものかな。で、寝て、軍資金を引き出して、で、あと一回建築をやりましょう。まずは体力を回復。あと一回やると、さすがに残り打力40で山になってしまうんですよね。お、今度は今川家の飯尾さんが、面立つのが、小田原に攻め込んでいるみたいですね。で、軍資金の調達、終えた家臣が来たんだ。よし、秋、本当に援軍を出すべきと君は思っているのか？とりあえずは侍大将クラスどうしようか、奥村さん。あ、過労でも一応外交はさせることはできるんだ。勧誘ね。吉明弁舌は1か。じゃあ勧誘はできないな。私みたいに暗示ができるわけではない。スネーモンとかどこまで成長しているんだろう。うん、意外と軍資金が余っているんですよね。奥村さんはもうちょい修行させよう。なんか弓が3になっているんですよね。まあ、いや、とりあえずは軍学。で、吉明さんは治安向上させよう。いいね、軍資金が余るようになってきたぞ。まあ、逆にね、米がないんですけれどもね。こりゃまた複雑そうなの来ましたね。いけるかな、今回は。こうやってこうかな。よーし、いけそうだ。今回難しかったな。これでどこまで防御力上がっているか。で、多分兵糧も入っているはず。
お、いいね。防御力は196。で、兵糧が、6万の、軍資金が1万2000。あとは徴兵かな。どうせ小田原城はまた包囲されている状態だとは思いますが。お、軍学を覚えた。素晴らしいぞ。でもまだまだ帰っている武将少ないですよね。ですよね。君ら二人だけか。イーソンさんやっぱり軍学かな。で、宇佐美のじっちゃんは徴兵させよう。じゃあ、あと一回だけね、建築やりましょう。出勤の軍資金。今回は簡単そうかな。ダメなフラグになりそうな気がするんですけどもね。いや、頑張りますよ。これでも建築を極めているんですからね。次はこれか。で、これをここに置くと。で、こうやって、こうやってこうかな。よーし。これでもう十分だろう。200を超えれば。あ、多分カンストかな、今のは。210が最大か。で、軍資金も2万8000まで増えている。誰か軍資金調達をした武将が帰ってきたんですね。ということは、そろそろ謀反かな。いいね。順調に能力、伸びていますね。まあ、小田原が攻められている今こそと思うんですけどもね。でもね、やっぱりね、兵力はね、ちゃんと5万まで行っておかないと安心はできない。これで、徴兵かな。いや、まだ一回、まあ、多分ね、与力なんでね、茶会とかでね、いろいろ親密を上げたところでね、やっぱり戻るかと思うんですよね。でも一応やっておこう。まあ、裏でこそこそと綾鷹を入れているのがバレなければいいんですけどもね。とりあえずは、義明は置いといて、まずは義高、君は徴兵。軍学と弁舌。まあ、金上さんも徴兵要員として鍛えていますからね。で、権六さんもね、徴兵させよう。まあ、私も徴兵に加わってもいいんですけれどもね。で、どうしようかな。細川先生も徴兵がいいかな。多分ね、それぞれ1400ぐらいはいくかな。1200、300ぐらいだとすれば、まあ、7人ぐらいかな。まあ、そこら辺やらせておけば、兵力はカンストしていくとは思うんですけれどもね。って考えれば、曽我さんは、修行頑張って。森政とかどこまで伸びているんだろう。沼田さんも今回は修行に出そう。義弘と義明はどうしようかな。悩むな、そろそろ。じゃあ兵糧購入にしよう。奥村さんも兵糧購入かな。まあ今のところ軍馬と鉄砲はいいかな。義重もね、やっぱり算術4あるのは美味しいから、じゃあ軍資金調達。よし、こんなものかな。一応、稚魚どれくらいなんだろうな、ほんと。
413巻。まあ、そこそこね、まあ、給料はいい方だとは思うが、まあ、リシテン4の頃とか、給料かな、あれも月20巻ぐらいだった気がする。お、キモスキが滅亡した。待てよ。オムライス3術を覚えたんだ。もしかしたら、あの男がいるかもしれない。あの算術を覚えてこようとも結局修行に行かせるという多分そろそろ別の仕事したいなと思ってあの算術を上げてきたかもしれんが、肝付きか、誰がいるかな。わざわざ九州まで足を運ばないといけないが、なかなか変な性欲図になっているな。てか誰も玉縄取ろうとしないんだ。武田はあれ以上進んでいないんだ。で、浮田が謀反していると。謀反っていうか、まあ、浦上さんを追放したと。島津はここから動いていないように見えるが、まあ、それとは、伊藤家は狩らないか。ということは、島津が落としたのかな。さあ、勘、お、の武器が滅亡だと。伊達かな。北と南どっちを取るか。いや、気をつけて言うとね、リシテン4で私の2番目の家臣となったねじめくんが いるとは思うんですけども、じゃあ弘前に行ってみよう。南部家誰がいるかな。リシテン5だと70年なんで、まだまだ春政がいた頃なんで、まあ以前ねちらっと顔を見せた信長とかいるとは思うが、まあ、あとはどこにも仕官していなくて浪人になっていればいいんですけれどもね。お、いるな、石川貴信か。バランスいいな。あとは猪苗代盛国で、北信近、信近武将か。おうら、タメノブさんいるんだ。また、また入る。リシテン4の時みたいに。君は、肖像画にそっくりですよね。おうら、タメノブ。まあ、沼田さん、君のね、後の家臣となる沼田さんもいることですから。アメノブは欲しいな。武将で入ってくれますもんね。難しいかな。連打を繰り返してはいるが、武芸もそこそこ高いですよね。手合わせしてみるか。この人リシテン4とか5から初登場したとき3歳ぐらいで出るんですけどもね、その頃からこの顔という。さあ、君はどういう動きをするかね。おや、素直に突っ込んでくるか。それで剣術かな、にあるんだ。いやー、情けなや情けなや。お、弟子に進むのか、いいだろう、2番でした。長よりよかったな、弟弟子ができたぞ。おお、師匠様。弟子にしたのに襲撃するっていうのもね。いやいや、弟子ならばそこはすんなりいいですよって言うべきかとは思いますよ。武士になるつもりはないって答えられたらもう無理なんですけれども、これは多分連打を繰り返せば生きるはず。大浦さんは欲しいな。よーし、入った。これで一旦本拠に帰ってから九州に行ってみましょう。いや、武将が増えたのは素晴らしいぞ。でも伊達家がだいぶ勢力を広げていますね。まあ、もちろん今回の実況では、まあ、伊達家とは争わないつもりで、まあ、とりあえずは北条を倒して
どうなるか、まあどこまでのパートになるかですね。お、徴兵を終えてきたか。で、あとは大浦為信と宇佐美貞光さんしかいない。もう81歳か、死なないな。あ、でももう軍資金とかもろもろないんですね。じいちゃん訓練しておこう。大浦さん何を伸ばそうか。やっぱり軍学あたりかな。戦でも使える上に、あとはまあ徴兵にも使えますもんね。よし、これでちょっと九州まで足を運ぼう。まあ、島津に顔を出すってのもいいですけれどもね、まあ、特に意味はないんですけれどもね、ただ紹介するためだけという。そういえば一時条件まだまだ残っているんだ。長宗我部も勢力を広げられずにいますよね。あ、小田原町はまだ交戦中か。あ、この感じだと承認となんか良さそうな気がする。じゃあ一旦中止して、で利休にまあどんな茶碗か見てもらいましょう。400貫以上持っていると商人と、まあ行商人とすれ違うとこうなるんですけどもね。お、君はなかなかいい顔だな。三好義興か。なんだろうな、これだけ利子店やっていてもなんか初めて見た気がするんですよね。ちょっと鑑定してもらえないか。あー、袴越し勝ち4か。あの商人切ろうか。うわー、これは損をしたな。300貫以上損をしている。せめて勝ち5であってほしかったな。まあ、ちょっと一条さん見ていこうか。ここも一条なんだ。秋国虎。四国はなんか平和ですね。どこも勢力を拡大していない感じにはなっている。要は最初の状態ですかね。お、室戸岬。さすがにここで瞑想はしないがね。だいたいこう滝なんですけれどもね。お、土井壮さんね。あとは頼岡左京。一条兼定殿にお目にかかりたい。ぜひともお目にかかりたい。何、多忙だと。あいつ絶対あの試食にふけていると思うんで。あ、なんてやつだ。おー、出た、一条兼定。中納言雑魚。あでもね、信長に覚えるかね、強いかな。武力はあっちの方が強いんですけどもね。霊峰は4か。喜んでくれない貴様には茶の味がわからんか。パッと見規模は中ぐらいかな。ですね、中ぐらいか。で、一応は肝付きの方に行こう。なんかだんだんこう家臣の顔ぶれがリステン4の野球編に近くなっているんですよね。この調子なら71年には謀反ができそうだ。あ、誰もいないんだ。じゃあもう家臣がいなかった、もしくは島津の方に取られていったのかな。とりあえず鹿児島まで見てみよう。いないんだ。なるほどね。ついでに桜島に行こう。あ、そう回ってくるんだ。
で本拠に帰りましょう。ただ観光しに行っているだけですよね、トシエさん。いや、一応一条さんの顔を見れたぐらいでもよかったかな。まあ彼は後でサムネにしておこう。とりあえずは帰ってきたら、まあ10月の中旬ぐらいにはなっているとは思うんですが、それでどこまで、ユキジョウが成長しているかですね。防御力はマックスまで来ていますし、そろそろ兵力も、まあ5万ぐらいには、まだ、小田原城まだ続いているんだ。おお、藤高。いや、強いね。一応先に報告を聞こう。で、拠点かな。4万7000。あと2回ぐらいだな。兵糧も8万石まである。これならばガンガン戦はできるか。昇格はまだまだできない。あ、また病んでいる人いるんだ。あ、師匠、どうしたんですか。待てよ、一旦じゃあ、茶会。多分一人ね、すごいごほごほ言っている人がいるかもしれんが。で、外に出て、で、師匠に薬をあげよう。一応指定関係でも、まあ、それ以前に主従関係ではありますから、まあ、ちゃんとね、まあ、私はタメ口で、向こうは敬語なんですね。そんで、これで、こうなって、襲名伝達。成果で言ったら、この辺かな。徴兵。あとは、軍学と弁舌ですよね。あ、てか、オーラさん帰ってきていないんだ。藤高と勝家にしようか。勝家、あ、まだ武士勲功1800ぐらいか。で、徴兵。で、訓練度は79か。磯野さんは、もう一回軍学行こう。武芸と弁舌が確か治安向上。あ、でももう、軍資金が2600しかないんだ。じゃあこの辺は兵糧売却かな。いや、なんか兵糧売却も怖いな。じゃあ長期修行。勇敢も修行で、もうここまで彼成長しているんですよね。じゃあ弁舌にしようか。徴兵もできるようにするなら軍学かな。いけるかな、覚えてくれるかな。じゃあそろそろ佐久間くんは訓練。で、里見さんたちはそろそろ離れるんで、もう、伸ばす必要はないから、この辺は訓練にしよう。でも、また次、徴兵してくるんで、それで訓練をやらないといけないんですよね。って考えたら、次の表情を終わらせて、で、その次に、多分、謀反なんだろうな。金神さんはじゃあ、修行に行かせよう。じゃあ算術。奥村くんも長期修行、特に指定はしない。で、これであとは寝ましょう。お、小田原城ついに陥落。なんということだ。こんなことになってしまうとは。ついに小田原が落とされてしまったか。でも外交もしないといけないんですよね。って考えたらやっぱり、軍資金は欲しいな。のうさみよ。
訓練度は87、軍資金7600か。もうちょっと外交していきたいからな。じゃああとは兵糧売却かな、もしくは軍資金調達。お、今度は江戸城に攻め込んだ。北条家どんどん領土を食い破られている。武田は動かないですよね。お、早いな玄安のじっちゃん、落とされたか。で徴兵でこうなったんですよね。で拠点は兵力はマックス、訓練度も97ある、軍資金は8000か。ならばこれで謀反ができる。で勢力図見ますと、それでも北条家まだまだ領土がある。武田はね、争ってしまうともうキリがなくなってしまうんで、やっぱりまあ北条今川あたりかな。結局小田原落とされているんですね。一気発生中か。もう兵力、まあでも落とされた後だからここまでなっているんですね。防御力ももう74か。だいぶ減りましたよね。じゃあ最後に家臣見ていきましょう。まあ吉明とか、まあこの辺はいいとして、あと吉高かな。お、磯野さんすごいね。足軽弓軍学が4までなっている。で金上もここまで成長で、勝家さんはこんな感じで、大浦為信も軍学を覚えましたね。宇佐美さんも離れるんですよね。で奥村君もなかなかバランスがいいですね。で吉重はまあ前回と変わらずですが、それでもここまで強い状態。お、相馬さんいいね。なかなか軍事面バランスよく成長している。で細川藤高、お、佐久間くんすごいね。足軽が4の武芸が4、まあほとんどね、あの前回の李氏伝法と同じような感じに成長していますね。お、スネーモン医術4なんだ。君あの医者になりたいのかな。まあ志望が59あるからそっち系にも伸びてはいるんですね。まあでもそれでも統率56の武力40だから、戦に行ってもそこまで使えるとは限らない。で沼田助光もお、なかなか強いな。で勇敢はこんな感じか。軍学は 2に伸びていますね。お、村井長頼いいね。なかなかバランスよく、あでもちょっと内政系に寄っているかな。で蟹才蔵いいね。まあ、弓とか武芸とかは4で、まあ、忍術も4にはしていましたが、まあ、霊法とか茶道、医術、まあ、いわゆる地方系を使うような、まあ、スキルが伸びていますね。まあ、君はもう成長してもね使いづらいんですけれどもね。まあ、こんな感じにはなってはおりますが、私も結局軍校あ4500に増えているんだ。前確かいろいろ動き回ってね、3500ぐらいまでは減ってはいたんですけれどもね。で、建築を極めていると。では今回はここまで。次回はね、いよいよ謀反となります。もうね、次取り出すのはもうこの12月の1日からなりますが、もう早速ね謀反して、北条家の領土切り崩していこうとは思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。